味しい。うまっ。そしてありがとうございます。美味しいです。うん、幸せです。うん、りょうさん、めっちゃメイクが綺麗なんだよね。そう、なんかめっちゃメイク綺麗にできてさ、できてさっていうか、なんか朝そんな風に思わなかったんだけど、仕事してる時とかに見て、うん、そしてありがとうございます。そう、あれ、うん、あれ、うん、いい感じちゃう。ありがとうございます。うん、お気服は店の指定ですよ。うん、まあまうん、でもさ、私ピンクの口紅だったんだけどさ、意外といけるんちゃうと思って、うん、嬉しかった。なんかどうしても昔からピンク、昔からっていうか、うん、ちょっといつも浮いてたんだよね、ピンクが。うん、それで最近ちょっといろいろ塗り方とかね、いろいろ試してみて、ピンクでもなんかこういう風に塗ったら浮かないなとかいうのをやってて、うん、ピンキー好きなんでね、とっても嬉しいです、私は。うん、こんばんは。うまい。ご飯がうまい。ありがとうございます。うまいって言うと怒られるんだけどね。うん、うまいじゃないでしょ。おいしいって言いなさいって言われるんだけど。うまいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、夜はねバタバタって忙しかったですね。うん、初め暇だったんですけど、やっぱり時間が経つにつれて仕事終わりの方とかがね、皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。1位の方とね4万ポイント差になります。はい、はちょっと全体のなんかギフトとかのランキングは待って、ギフトのランキング私2位なんだけど、すごすごい2位だよ。嬉しい、ありがとうございます。他の人もね配信してるからね、追い抜けたら間違えた、差をねちょっとでも広められるように、はい、頑張りたいですね。ありがとうございます、びっくり。そうなんかさ、抜いたり抜かれたりだからさ、ほんと分かんなくってさ、ありがとうございます。レピーマンだよ、レピーマン、ありがとうね。もう足が痛いです、足がパンパンです、パンパカパンです、本当に歩きすぎなんだよね。歩数今日も1万5000だよ、多分1万6000かな今日。1万5000でした。はい、やっぱりね、なんかその最終日の追い上げが怖いので、少しでもね差をつけれたら嬉しいですね。そう、最終日の追い上げが一番怖い。私ね、そのなんていうの、2時間前3時間前から配信しますっていうことがちょっとできないもので、うーん、休みたい仕事休めないんですよ休めないんですよ。こんばんは。今日も15分20分くらいになったら荒野行動して歌って終わります。はい、バッチリメイク。でも今日ねナチュラルだよ結構。うん、ブラウンだから。今日だから目開いてるよね。目でかいよね。目でかいっていいよね。そう、ちょっとね、まあ眠い時はね目開かないんですけれど。まあ、カラコンのおかげでもあるんですけどね。このカラコン素晴らしいです。私が今使っているカラコン、これじゃないわ、あー箱を捨てちゃったの、箱、なんか葉っぱ、なんかこれじゃないんですけど、これのなんかもう一つのやつ、そうをつけてます。今月はを塗ってピンクね。そう、ちょっとねこうやってね血とかを
ぼかしてあげて、少しだけオーバーリップにしてるんです最近。でリントリントのこの色を、結構ね紫っぽいんですけど、内側に塗ります。あんまりねこうやって配信で見ると分かりづらいけど、結構ねあの生で見るとねちょっと違いますよ。な感じ、最近のピンクのリップの塗り方。そう、これね今ねいろんな色ねやっぱり塗り直しとかであのなんていうかあの重ねてるから、ちょっとあのなんていうか色の差がね分かりづらいんだけど、初っ端で塗った時はねほんといい感じに馴染んでくれます。今ね結構濃いんだけど、それもまたそれで可愛い。まあね結構オレンジでもこの塗り方はするんですけど、うん、なんかピンクの方がよりなんかなんというか、そう馴染むというなんか馴染むっていうかなんかいい感じになる見た、うん、見た感じ。オレンジはね私基本的に普通に塗ってもあんまり変わんない、普通に塗ってもあの色の差つけてみてもあんまり変わんないので、そう私さ今日さ今日気づいたの、ここをね怪我してるっぽいの、ここまぶ、あ、ここの裏なんだけどさ、そう。そうちょっと腫れててさ、なんか切れてるらしいんだよね。そうお店の人曰く、そうなんか鳴ってますミスター、切れてるんじゃないこれ、そうなんでだろうね、この付け根の部分痛いんです。痛いのです。ありがとうございます。てる間ピアス引っかけたのかね、まあかなとも思った、私はピアス当たったかなと思ったんだけど、でもなんか今までなったことないし、基本的になんかこうやってやっても当たるものでもない気がするんだけどなと思って、表情、そんな表情した記憶はない、何もしてない、何もしてないよ。
何話そうかな。何も話すことはないんだ。うん、何もないんだ。何もなかった。またそんなこと言って、だってないんだもん。だっていつも同じ日常だもん。ないんだよ、そんなもんさね。平和だったってこと。うん、平和だったんだよ。いつもと変わらない日常。夜まかないだよ。いつもまかないだよ。だいたいお休みじゃないもん。趣味を貯めることあるの？なあ、あるよ。え、ない人いる？ん？あるよ。届きました。ありがとう。まだね、開いてないんだ。ごめんね。そう。早く開けたい。あるよ。まかないであるよ。全然。今日はね、その休憩中にさ、寝ようと思ったのにそれどころじゃなくなって寝れなくて。季節の魚覚えられるとかない？あ、ないないです。全然ないね。楽しいこともない。本当にだから何もなかったんだって。マジでない。仕事してただけだもん。暇だったし夜忙しかったけど、本当に何もないんだよね。なかった。だから結構話すんだよ。なんもないんだよね、マジで。逆にそんなみんな毎日話すことある？人に、今日さこういうことあったんだよねみたいな。私ないわ。いつも通りで終わる。いつも通り、なんもなかった。うん。そう、まあね、そう、平和なんだよ。平和なんか一番だからいいことなんだよ。いいことではあるんだけれどもっていうね。むいちゃんないでしょ。そう、ないでしょ。そんなもんなんさね。そう、そうね、うん、ない。仕事してただけ。お弁当は手抜きだったし、私は今日。
そう、鶏肉焼いて塩コショウかけて入れただけ。美味しいよね。でも鶏肉って美味しいよね。鶏肉っていうかさ、まあ 鶏肉がさ一番そう思うんだけどさ、塩コショウかけただけで美味しいじゃん。素晴らしいよね。塩コショウ、塩コショウだから大好きなの。とりあえず何でも塩コショウ振っとけばうまくなるんちゃうかみたいなさ。そうそうそう、もちろんね、なんかその照り焼きみたいなのも好きなんだけど、楽したい時はね塩コショウっすね。うん、ほんとにどれくらいの厚み覚えてない分からん厚みなんか初めて聞かれた、分かりません。な、気にして料理したくなかったな、あんまり。でもかこうやってね、なんか塩コショウ食べてる唐揚げ食べたくなるんだよね。唐揚げ食べたいなって、揚げたてのサクサクのやつ、乳揚げしたやつ、そう食べたいなってなる。豚肉よりは厚めでしょ。いや、ものによると思うよ。豚肉でもさ、あ、なんか どういう豚肉を使うかによってさ変わるじゃん。ロースなのか、まあ豚バラになったらさ、まあ、ブロックになったら分厚いな。そうで、豚バラの薄切りとかだったらそりゃね、薄い、薄切りだから薄いけど、そう用途によって厚さは違うからね。鶏ももは基本的に気にしない。うん、厚みは気にしない。でもね、あの平野家のっていうか、もう私の唐揚げのこだわりなんだけど、鶏肉を大きく切ること。ちっちゃい唐揚げは絶対嫌です。大きく切ります。そう、でも大きい方がいいんだって。なんかそう、ダイエット向きというか、まあ、ダイエットで唐揚げ食べるのもどうなんだっていう話になるかもしれないけど、そうそうそう、あのなんというか、あの大きい方がそのなんていうの、油の吸収が少ないみたいな、なんかそうなんていう、表なんていうかな、そうだから大きいのを、ち、あのなんていうの、小さいのをたくさん食べるより大きいのを 2,3 個とかにした方が、そうなんかなんていうか、そのうん、まあなんかその表面積が、まあ、小さいわけじゃない、の方が、そう細かく切ってたくさん食べるよりは、そうだから、なんかそのどっちかってダイエット向きだよみたいな、ダイエット向きというか、まあ そっちの方がね、まあいいんだよみたいなね話は聞いたことがある。まあ多分実際どうかは分からん。唐揚げ食べるのになんかダイエットかとか思わんし分チキン、あ、ちっちゃい、なんかちっちゃいやつ、私おっきいのが好きなんだ、唐揚げは。うん、そうなの、平野のこだわりです。それが、まあ、お弁当の時はね、お弁当サイズに合わせますけど、基本的に家で作る時は大きく切ります。しかもそっちの方が食べ応えもあるじゃん。そう、食べてるって感じがするよ。っていう、
1枚丸々あげるわけじゃない。ちゃんと切るよ、切るけど大きめに切るよ。6かな、うん、6等分くらい。まあ大体、まあ物にもよるけど、まあ大体こんくらいじゃん、サイズ的に。鶏も持ってこれを6、まあ6、いやでも5の時もある。まあもう5から大きさによって、まあ7、8まで切る時あるけど、もう大体でも6くらいかな。半分に切って、そうだから1個こんくらいみたいな。これもつけてのを作ります、私は。そう、等分、あ、じゃあ、あの等分じゃなくていいですそれ考え始めたらもう笑って5個に切ります。等分はできない、そんなね、分量測ってるわけじゃないから等分はできないのでね、5個に切りますむね肉、もも肉、ささみ、もめが一番好きだよ。お肉じゃないもん、大好き。運動キャップ料理でそんなめんどくさいことしないよ。ごめんね、私の言い方が悪かった。5等分って言ったね、ごめんね、等分じゃなかったね。かわいい声、かわいい子の声が聞こえるわ。もうね、愛おしい、大好き、愛してる、ほんと本当にもう可愛いストーカーさんと、可愛いストーカーさんがいてね、うちには。あの真っ黒のね、なんか暗いとどこが顔か、あ、そう、どこ向いてるのかもわからない、どっちが顔かもわからない感じのね、可愛い可愛い黒い子と、まあちょっと怒りっぽい、あの臆病な性格の茶色い子といるんですね。もうね、可愛いですよ、うちの子、天才的に可愛い、天才的なアイドル様。見て、ちょっと見て写真、この写真、可愛くない？可愛すぎない？何この子、どこの子ですか？うちの子です。こんばんは皆様、ギフトありがとうございます。はい、今ねイベント中でおたかつギフト集めてます。あとズッケンパンダ集めてます。ぜひご協力お願いします。とりあえずね、まずあのブロック1位を目、あの今は目指しますので、はい、ご協力いただけると嬉しいです。もうね、そう、可愛いんです、うちの子、可愛い。ちょっとモモの写真が、あ、モモもいるよ、ほら、モモ、モモさん、モモ子さん、この子も可愛いです。私はね、どんなに怒られようが、噛みつかれようが、吠えられようが大好きです。なんかド M みたいな発言してるけど大好きです、可愛いんです。こんばんは。猫派ですがめっちゃ可愛い、可愛いでしょ。うちの子可愛いんです。でもね、もうシニアに片足どころかちょっと両足突っ込んでるかな。もうね、シニアです、うちの子たちも。もうだって家来てからね9年、桃は9年、梅は8、もう
もうそろ8年かな。そう、もう9歳なんです、あの子。もっとチャイルなイメージだったけど、あ、なんかね、あの、だんだん色薄くなってくの、この子。昔ね、もっと濃かったよ、色。うん。まあもちろん光の当たり具合とかにもよってね、変わるし。そう、だんだん色がね、薄くなってきまして、うちの子。海はね、ずっと変わんない。真っ黒。そう、来た時から真っ黒です、この子は。そう、昔の写真見てるとね、ほんと茶色って思う。そう、かわいいんです。大好きなの。もう二人とも甘えん坊でね、そう、おもちゃ持ってきたり。そう、まあなんかさ、やっぱり人によってさ、あの、構い方が違うじゃない。そう、もも面か、あの、構い方が違うんですよ。まあ一緒に寝たり撫でたり、あの、膝に座ってもらったり。まあ私だから、なんかどっちかって言ったら、なんかおもちゃで遊ぶ係なんですよ、言っちゃ。はい、もうね、持ってくるんですよ。私が遊んでくれそうな雰囲気だとね、あ、今こいつ遊んでくれそうと思ったらね、持ってくるんですよ。そう、ももさんね、これは。梅はね、基本的におもちゃであんまり遊ばないの。そう、ももは持ってきます、私の元に。そう、基本的には、そう、私のところに持ってくることが多いです。梅さんは私のストーカーです。ずっとついてくる、ずっと後ろちょくちょくちょく。朝さ、まあ、配信終わってさ、私ご飯食べたり、あの、着替えたり、まあ、荷物準備したりっていうのね、そう、するんだけど、マジで後ろついてくんの。ずーっと着替え中とかもさ、あ、20分教えてくれてありがとう、もうちょっとだけ話すね。そう、着替えとか、まあ、あの、じいちゃん、おじいちゃんの部屋にね、姿見があるので、そこでね、着替えたり、なんか服見たりってしてるんですけど、もうね、そこまでついてきてね、私の服の上座って見てるの、私のこと。そう、キラッキラした目で見てんの。で、私がね、あの、終わって、あの、出ていく時に後ろついてきて、それか、めっちゃん行くよって言うと立ち上がってついてくる。え、かわいすぎない？何、うちの子天才かよ。そう、可愛いんです、マジで。可愛すぎ、メロメロです、私はいつも。本当についてくる。なんならトイレとかまでついてくるよ。可愛いんです、大好きなの。大好きすぎて泣けてきそうだよ、私は。っていうくらい好きです。本当に可愛い。え、可愛すぎない？急に。いいね、写真とかも撮っちゃうし、マミーから、マミーが送ってくる動画全部保存しちゃうし。そう、ちょっとね、今涼しくなってきたから。そう、夏場はさ、どうしても、あの、なんていうの、道路が暑いから、そんな、なんか遠出ができなかったんだよね。もめ連れてみたいな遠出はできなかったので、まあね、もう結構、涼しくなってきて、アスファルトの、ね、温度も下がってきたと思うので、2人連れてね、どっか行きたいわ。うん、
ばんは。ね、ワンちゃんと一緒に行けると。こんばんは、しけさんありがとうございます。よし、そしたらね、声コードしよう。声コードのお時間です。皆さん準備をしましょう。今日は1回で終わるのでしょうか。どうかな。そう、喜ぶかはちょっと分かんない。あの車が得意じゃない子がいるんですよ。うちのあの黒い子はね、車苦手なんですね、あの子。そう、でもお散歩は嫌いじゃないはずだからさ。そう、車がね苦手なんだって、あの子。可愛すぎない？酔うの、うん、酔うとかじゃなくて多分怖いのかな。うん、まあいつもと知らない空間に行くわけだから。そうそうそう、うん、なんか別に酔うとかなんか、だからそう体調崩すとかではないんだけど、うん、あんまりなんか楽しそうではないから、いなんか怖、なんか怖いのかなと。落ち着かないんだよね、ずっとそわそわしてて。そうだからあんまり車は乗っけない方がいいのかなと思って。そうだから結構ね、病院行く時もまあまた、まあ、それもあると思う。そう、病院とか、まあ、トリミングとかのイメージがあるから、まあ、ちょっと嫌なのかなと思うんだけど。そう、でもなんかね、行かないわけにもいかないからさ。皆さん準備できた？準備できたら行くで。そうそうそう、そうなんですよ。だからね、本当に慣れてほしいんだけど。準備できたら行くで。オッケー。行くね。じゃあ平野行きます。マッチング開始。入りました。そうそうそう、よしよしよし。どこに向かうかな。サッカー場はな、なんか人が多そうだ。このサッカー場の右側のなんかもう集落に行きます。名前がついてないんだけど。そう、方向感覚が分からなくなる集落に行きます。ちょっと画面が暗い。9 8 7 6 5 4 3 2 1 GO！ あー、おお、1が2回なかった。気のせい。1回で終わるのか。ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。おたかつギフトとズッキンパンダ集めてます。はい、少しでも上位に上がりたいので協力いただけると嬉しいです。レベルアップ的な強くなる要素はないと思います。ただただ技術が上手くなる的な、そういうものです。そう、本当にそれだと思う。レベルとかないんで、まあなんかランクはあります。勝ったら上がるみたいな。ギフトありがとうございます。でもそう、それだけというか、基本的だから物資の調達はもともと、あのいつもね言ってるみたいに、なんというか現地で、
そう場所で拾ってからのスタートなので、うん、だからレベル的に強くなることはないと思うんだけどね。よし、誰もいない、いいところに降りたよ。今日なんか体勢がさ、なんか定まらない、なんかさ腰とか体痛くてね。あ、いらん武器、いらん武器、いらん武器、あ、どっちもいらん、どっちもいらん武器、無理、使えん、これ散弾銃とか無理やねん。あ、これもダメ。あ、オッケーオッケーオッケー、行くで。今のところはまだ大丈夫そう。違う、でもね、違うの、違うの、違うの、こんばんは、私の欲しい武器ではないの。うん、そして回復も少ない、回復少ないのが結構マジで困る。やられるやん、すぐ、そんなもんやられてまうやん。え、回復な、ね、まだ何も起きていない。こんばんは、しゅけんさん、ありがとうございます。ね、ただいま荒野行動中でございます。平野です、平野です、なんかあれみたい、ひろしですみたい、平野です。でもなんか話すネタがないな、なんか言おうかなと思ったんだけど、平野です。平野です。平野です。だんだんちっちゃくなってね。うわ、マジでなんもな。あー、あるやん、あるやん、あるやん。私の好きな武器発見。よき、よきかな、よきかな。今初め言ったところから動いてないよ。あ、やばい、間違えて撃っちゃったじゃん。おお、いいよいいよいいよ。どうしよう、どこ向かおうかしら。行こっかな。なんか絶妙にね、なんかどうしよっかなっていう。オッケーオッケー、でもいい感じよ。うん。いい感じ、まあまあいい感じ。安全地帯は縮小しています。
知ってます。減りが結構遅いですね。まだ残り72人もいますね。はい、結構います。今ね、なんかそうサッカー場の右側の集落から南に降りてきて、なんかそうなんか6つくらい6つ7つくらい建物集まってるところにいます。走ってます。はい、着きました。そこに今でも本当に誰にも会わん。まあ、あったらあったでね、なんかまあなんか、あってもいいんだけどね。ギフトありがとうございます。でもいいんだけれども、まあ戦わなね、思んないから。うわー、でもな、やっぱりさ、回復がオレンジ黄色の回復がさ、うーわ、車で走ってるやついるよ。怖い、車で走ってるやつがいる。怖いよー。え、待って、嘘、うわ、最悪、やられたんだけど。叫ぶ暇もなかったじゃん。いたんだけど建物の中に。何それ、早かったな、最悪。もう一回行こう。私今何が起きたか分かんなかったよ。ちょっと待ってね。狙ってた、潜んでたよ。少々お待ちください。ちょっとね、 LINE 来たんで。オッケー、もう一回やろう。もう一回やって終わりたいね。よし、みんな準備？で、ごめんね、ちょっと止めちゃって。大事な用事だったんだ。行くで。
目が大きくなった。いくよ、いきます。3、2、1、ゴー。入りました。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。おたかつギフトと、あとズッキュンパンダ、はい、集めてます。よし、サッカー場に行きます。今回は私サッカー場向かいます。人来そうだけど、サッカー場はい、まずはねブロック1を目指してるので、はい、あとねギフトのランキングも上げていきたいし、差をね少しでも縮めて、そして広げて説明ができんけど、うまくそうしていけたら嬉しいので、ご協力いただけると嬉しいです。飛行機が飛びました。行くで。いやー狙い撃ちしてたとは。まあなんか人が入った形跡はあったんだけど、確かにそうあったの、ドアが開いてた。でもなんかきっと初めに来た人が漁って帰ってったんだろうなーなんて思ってたらいたよ。いやーね、もう車に乗った人が撃ってきたのかと思ったもん。そんな遠いところから撃ってこれんのなんて思ったんだけど、違いましたね。そんな見えたみたいな思ってたらね、多分違うんだよね。私さ、なんかちょっとさ、この話するのあれなんだけどさ、分かってくれる人いないかな、アラームの音が嫌いな人。あ、なんかその朝起きなきゃいけないからとかではなく、単純になんか変な感じがして、なんか気持ち悪いというか嫌いな人いない？そう、なんかね私恐怖を感じるんだけど、あの音に。サバゲーいいね、本当はやりたいんだよね、そういうの。え、なんか普通に LINE じゃないわiPhone に入ってる何も触ってない状態の音なんだけど、なんか昔から苦手なの。そう、今さ多分なんてアップデートしたから変わったのかな、ちょっとそこは分かんないんだけど変わったんですよ今。そう、でもその前の音も私嫌いだったんです。そう、分かってくれる人いない？私本当になんかねゾワッとするっていうか、なんかちょっと気持ち悪くなっちゃうっていうか怖いんです。なんかなんで怖いのかもわからないんだけど、音楽まあそれもありっちゃありなんだけどね。そう、でも買わなきゃいけないよね。うわ、車で走ってきたやついるわ。うわ、車ではあのサッカー場に乗り込んできたやつがいる。最悪、来んなよ。もうね、ほふく前進で歩いているので、私ちょっとな、車乗って乗ってる人は怖いので離れたい。
っと離脱します。私の経験上、車に乗っているやつは怖い、強い、無理。この3択、あのこのね、あの3コンボなんで無理。そうでね、そう iPhone の音がねちょっとねダメなんですよ、私アラームの。なんかだから起きる時もさ、ビクンってして、あっみたいな感じで起きる。私だからね、本当になるべく音聞きたくないんだよね。っていうくらい、あーもうソロ出ろよとそれは悲しい、嫌だね。そう本当に私ダメなんですよ。なんかなんだ、気持ち悪い感じがする。なんか、まあもともと多分機械音があんまり好きではないんだと思うんだけど、素晴らしい、95式が落ちていました、私の大好きなやつ。人入った形跡あるのに95式置いてったのか、まだまだだなとか言って、その人にやられたりして、で待ってたりして、どうしよう。ちょっとさ、バッグの容量がね今小さいんだ。いや別に大きいとか強いとかじゃない、むしろ小さい私の音、そんな大きい音出さないので、いやだからなんかそういうもんじゃないんですよね。なんかなんだろうね、なんか自分でもうまく説明できん。あないや大丈夫そうだった。とりあえずリュックをね、なんかリュックが欲しいんだよね。そう、一番レベル1のリュックしか持っていないので、とりあえず2は欲しいよねっていう。そう95式大好き私。みんな好きなの？そう音楽買うか、何で起きたいかな朝。まさこれで起きたいみたいなのもない。残り67人、私一人も倒してないし誰も見かけていない、あのサッカー場にいた人以外見かけていない。ね、安全地帯だしね。いいリュックがないよ、リュックが欲しいよ、大きいリュックが欲しいよ、大容量のやつが欲しいよ、どこにもないよ。こんなリュックないことある？
足音も何もなく打ってる音も聞こえないし、うわーほらほら、出たよまた車出してきたやつ、同じやつじゃないやろうな。ギフトありがとうございます。ねえ絶対同じやつじゃない、私のこと大好きかよメニー変えてました、優しい音です。あ、ちょっととりあえず一旦それにしとくわ、私も音楽なんか買う、うん、いいタイミングで音楽買うわ。安全地帯と、安全地帯に向かいます。ちょっと遠いので走ります。そして爆発のとなんかなんていうのエリアになってます。嫌です、ありがとうございます。今ね結構あのギフトのランキングもあのブロックのランキングの接戦なので、はい、皆様ぜひご協力いただけると嬉しいです、お願いします。やばい、爆発エリア、爆発エリア抜けろ早く爆発すんで、爆発してるし、一回ね爆発エリアで爆発されて死んだことあるんだよね、私悲しかったなあれ。そうなんかねオレンジエリアはなんかその至る所で爆発が起きるのよ、そう至る所で爆発が起きるんだけど、そのエリアにそうたまたまいて、あ逃げなきゃと思って逃げてたら巻き込まれたっていうね。あさっきの人車置きっぱだ、あじゃあ違う人だ走ってきたん、あれここにはリュックありそう、いいリュックがありそうだと思ったらレベル1のリュック、ああにあった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 、そう今ねリュック探ししてたのよ、リュックとあと本当は回復も欲しいんですけどね、そうドリンクオレンジ色のドリンクが欲しいんですけど、あでもいいやつがあるじゃないか、あードリンクある、スポーツドリンク、あすごいいろいろ置いてってんじゃん、あでもドリンクスポーツドリンクは1個しか置いてってないなさそう、さっきの人全部取ってった、うわー1つくらい残しといてくれてもええじゃないかねえ、残り33人だって誰と待ってない私、なんか合わなすぎて大丈夫そう、私
初めの1回しか会ってないんですけど、初めのあのうわっやべやべやべ、間違えた間違えた。なるほど、安全地帯が遠いわ。車のやつに見つかった。わ、死んだ。マジか、死にました。ごめんなさい。いや。見つかって戻ってきたよ、律儀に。律儀に戻ってきやがったよ。戻ってこんでええねん。はい、ということで今日はこれで終わりです。いやマジでね、わあよしよし、過ぎてったと思うじゃん過ぎてったと思うじゃん。ご丁寧にね、ちゃんと戻ってきましたよ車はいちゃんとしてるわ。ねえ、戻ってこんでええねん。そうそうそう、多分見かけたら絶対倒してやるぜタイプだね絶対倒すぜ、片っ端からやっつけるみたいなそういうタイプの、そう、律儀な方でした。ちょっとトレーニング部室長ごめんなさい、一回ちょっとすいませんね、ガチャをします。スーパーレア出た。ちょっと着せ替えしていい？ちょっと着せ替えしていい？ここで今このタイミングでって思うよね。ごめん。着せ替えしていい？実はねずっとねペンギンだったんです、ペンギンさん。ペンギンでした。変えます。どうやって変えるんだ。そうか。倉庫だ。そうペンギンさんだったんですね実は。生着替えいや、かっこいいこれ。これにしよう、これでちょっと今回はねかっこいい感じです。はい、うわー、どれにしよっかな。とてもかっこいいです今回は。あー、いや可愛いかも。洗剤のあー、もう初期だねきっと。洗なんか何個かあるんで、銃はそのままでいいし、頭パンダでもかぶっとこうかな。まあっていうのはまあ冗談で冗談なんですけど、
よし、パンダかぶっとくわ。パンダにしよう。パンダかぶっとく。オッケー、完了。自分の赤、あ、なんかね、前入れ、一回入れたことがあるって言ったよね。そしたお歌のお時間です。だからだね、なんかどうやったら、なんか調べたら出てきそう。なんかちゃんと全部一回初めからやり直そう。頭パンダかぶってます私。疲れそう。決まんないし、パンダでいっか、わかんない、また変えるかもしれないし。まあ、基本的にあんまりいじんないんですけど、ほんとたまに気が向いた時にいじるくらい。あ、ねじ込みます？ねじ込んでいこうか一発目。どういうこと？いいよ、ねじ込む系でいこうか。間違ってないよね私の、これはこれで合ってるよねと思いながら今から流すんですけれども、私これ大好きだからねじ込むとか言ってるけど、そう大好きなんですからね。おばあさん好きです。これしかないんだよ、ねじ込む系は。確実に私の未来を巻き込んで、恋は走り出した、君の手を掴んだ、両側から燃える花火みたいだった、視線も剥がせない、 Oh steppy steppy babe。どうして出会えたの？どうして私なの？ Boy I fall in love with you。 この瞬間もタイトなジーンズにねじ込む、私という戦うボディ、どんな小さな願いにも貫くチャンスをあげて、 My dream。 破れたジーンズと繊細すぎる目を守ってあげたくて、家族には言えない、大事なものくらい自分で守れるよ、そこを飛び越えてよ、 Oh steppy steppy babe。無意味な強がりも勝手な唇も Just I fall in love with you。 全部受け取って、君と私の間に愛が見つけられないなら、世界中のねどこにもそんなものなんてないの、My
私という戦うボディ、どんな小さな願いにも輝くチャンスをあげて My ありがとうございます。ネポアさんで行こうかな。歌えるか分からんけど。向かい風その向こうにどんな未来がを瞳細め描くの Oh baby 寂しい夜には飽きるほど電話しただけど本当の寂しさって消えない Never say ever say never ever say 音を超えるたび気づくね心は果てしなくてリスクまはる求めるその場所は自由なの孤独なの私はそばにいるリスクまはる Keep for your dream 止まない風の中たどり着く輝きを信じてる Oh baby やっぱり思うの後悔だけはしたくないありふれあ君にだけつぶやくよ Oh baby 愛なんて言葉重すぎて言えないけど見つめていたい見つめられていたいよもしも違う明日が来ても忘れないリスクマハルキフォーユードリームどれくらい歩けば巡り合う満たされる優しくなれるだろうリスクマハルキフォーユードリームこの街のどこかに暖かい風が吹く場所がある
時を超えるたび気づくね。心は果てしなくて、リスズマハルキフォーユーディー求めるその場所は自由なの孤独なの私はそばにいる。リスズマハルキフォーユーディー止まない風の中たどり着く輝きを信じてる。リスズマハルキフォーユーディーListen to my heart, looking for your dream. Listen to my heart, looking for your dream. Listen to my heart, looking for your dream. Listen to my heart, looking for your dream.なんか腕がかゆい。あのほら見て、治ったよ。綺麗に治りました。見えないね、ほとんど分かんないよね。もうちょっとかゆいんだけど、分かる？こう今赤いのは書いたところね。これなんだよ、これ。そう、なくなりました。ほとんどちゃんと綺麗に消えたかも。結構もう、うん、よかったよかった、よかったよかった。そう、治ったんだけどなんかかゆい。そう、なんかかゆい。そう、そうなんですよ。変な形にね。そう、腫れてたんですけど、無事、綺麗に戻りました。書きすぎたからさ、あーなんかどうなるかなと思ったんだけど。さあ、あと残りそうだなと思ったんだけど、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、階段雨音手を振るよ最後の背中に青に変わるライトで時が動く傘の波飲み込んだ My days Say a little play for you and me もう永遠誓えない愛を見送ろう誰かのために生きてゆけない自分を許せる強さをあなたに寄り添えなかったごとく止まずにいられる日々を祈りはく雲を引き裂きこの空に希望解き放つ我がままを燃やしたアルバムも去年のような明日が欲しくてあなたのその全てを守るために私を守りたかった No more crying
Love you as もう二度と振り向かない引き止める声もない恋泣かないでこれで終わりじゃない、ただ時が過ぎて消えただけ、この胸に今刻んだものは包まれたぬくもりだけ、さよなら愛したあなた、さよなら愛された「ここじゃない」「その声がまだ残ってる」「でも届けたい明日へのプレイ」「誰かのために生きてゆけない」「自分を許せる強さを」「あなたに寄り添えなかったこと悔やまずにいられる日々を」「祈りは雲を引き裂き」「この空に希望と解き放つ」そしたらあと2曲にします。あと2曲パッパッパッパラサブリナサブリナパッパッパッパラサブリナレイニーデイ夜の街舞い降りた真っ赤な口紅つけた君もて遊ぶように味わうようにガラス越しに見る孤独な影いつだっていつだって本当の愛を求めて街の嘘に傷つけられても今夜も苦行な気持ちを抱えて落ちてく朽ちてく果実サブリナパッパッパッパラサブリナ夜風に漂った君の髪そっと手を伸ばしてみるよ愛しているよと追いかけてやめたいつも
てく言葉の静寂に打ちのめされても、追いかけて抱きしめたパズルのピースは合わない、朽ちてく果実サブリナ。を抱えて落ちてく、朽ちてく果実サブリナ。パッパッパッパラサブリナ、サブリナ。パッパッパッパラサブリナ、サブリナ。パッパッパッパラサブリナ、サブリナ。パッパッパッパラサブリナ。はい、ありがとうございます。そしたらね、次最後の曲です。何歌ったかな。明日にしとく。うん。明日にしとく。じゃあ。なんか接戦すぎてね、やっぱりなんかどうしてもなんか抜いたり抜かれちゃ抜かれちゃりだって。なんかうん、明日にしときます。ありがとうね。難しいよね、そのあたり方からね。ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を追う君へ思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃないと僕は思うんだよ。誰よりも転んで、誰よりも泣いて、誰よりも君は立ち上がってきた。僕は知ってるよ、誰よりも君が一番輝いてる
瞬間を夢を追う君へ思い出してくじけそうならいつだって物語の主人公が立ち上がる限り物語は続くんだ。駆け引き合ってると思う。駆け引きって書くことがないからね、あんまり。君が歩んできた道のりを知っているから夢を追う君へ思い出してつまずいたならいつだって物語の笑われる方だ人を笑う方じゃない君ならきっと。こんばんは。これでいただいたやつです。かわいいよねこれさ。私さ結構ちょっと奥目の人なんで目に光が入らないキラキラっとした目にならないのがすごい気になってたんですけど、これねなんか真ん中にねすごい薄めの線が分かる、リング状のあるの分かるかな。そうだからねキラッとなんか目に光が入って見えるんです。私もこれすごい好き。めっちゃ雪漏れる、はい、ありがとうございます。よし、そしたらねこれで終わりたいと思います。ランキングいきます。13位マットメガネさん、12位カボちゃん、11位ランタンさん、10位桜のお友達さん、9位ユーボーさん、8位ところてんさん、7位ナナタさん、6位サブローさん、5位サルキチさん、4位カイさん、3位アイスカフェさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。あ、まあ、ただなんかかゆいのにどこ書いたらスッキリするかがわからない、なんか嫌なやつ。よし、ギフトいきます。桜のお友達さん、七田さん、ランタンさん、ケンイチさん、カイさん、ユーボーさん、マントメガネさん、アイスカフェさん、ダブル流星さん、白身フライさん、カボちゃん、七田さん、ソソさん、ユータさん、サブローさん、マングースさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。変わった？もう一回呼ぼっかね。もう一回。10歳マントメガネさん、12位カボちゃん、11位ユーボーさん、10位ランタンさん、9位ところてんさん、8位さくらのお友達さん、7位ナナタさん、6位サブロー、5位サルキチさん、4位カイさん、3位アイツカフェさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。はい、ということでね、皆様本日も遅くまでありがとうございました。配信見に来てくださってありがとうございます。そしてね、イベントにもご協力いただきありがとうございますね。まあちょっと接戦なんですけど、あと2日、残り2日ですね。土日と最後までよろしくお願いいたします。はい、それではね、皆様本当に遅くまでありがとう。ゆっくり休んでください。それではまた明日お会いしましょう。ゆっくり休んでね。ありがとう。おやすみ。またねー。かいかい。かい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 。おやすみなさい。一日お疲れ様でした。ありがとうね。
やだ。